七代目、春風亭やなぎは、落語芸術協会に所属した、落語家。本名、小木根正夫。東京都出身。出林は、釣り。1952年4月、三代目、桂美木介に入門。前座名、桂木久夫。1956年4月、二つ目に昇進し、桂木久介に改名。 1959年4月、師匠の三木助が日本芸術協会だ会時に常席に出続けるため、1959年6月、大師匠6代目春風亭柳橋門下へ移り、春風亭愛嬌と改名。1964年4月に新内に昇進し、9代目春風亭柏枝となる。1982年7代目。 春風亭柳橋襲名。得意ネタは三代目三木助譲りの三井の大黒などがある。1974年、文化庁芸術祭優秀賞受賞。落語芸術協会副会長を務めた。2004年10月31日、消化管関与系主要の試し去。69歳坊津。以前、病と戦いながら、講座に上がっており。 生涯で経験した手術は8度に及ぶ。三代目、三遊亭雄造からは、八木橋さん、そんなに切ったり縫ったりするの大変だから、一層中のところチャックにしたらどうですかと言われたという、ありがとうございます。